詩編113編です。113編から118編まで。この6つの詩編はエジプトのハレルと呼ばれている詩編集で、伝統的に杉越の祭りとか、その祭りでこの詩編を歌うようです。それぞれが主を褒めた対応。このハレルヤで始まっています。写本によってこの詩編の後ろについていたりしますけれど、 四辺それぞれが主を踏めた対応で始まっていると考えていいと思います主イエスが来られて最後の晩餐の時杉越の祭りの食事ですよねイエスは弟子たちと一緒に食事をしましたそして賛美を歌った後オリーブ山に出かけていきましたこの賛美という言葉ですけれどヘブル人への手紙の中で教会の中であなたを賛美しましょうこの賛美も同じ。 言葉なんですね、うん、でそれは詩二22編からの引用ですヘブル語ではハハレレルルヤのハレルという言葉ですですからシュイエスと弟子たちはこの当時のイスラエルの伝統に従ってこの「ハレル」の賛美を歌ったと思われているようです「主を褒めたたえよ主のしもべたちよ褒めたたえよ主の皆を褒めたたえよ」今より とこしえに至るまで、主の皆は褒むべきかな。日のいずるところから日のいるところまで、主の皆は褒めたたえられる。主は諸々の国民の上に高くおられ、その栄光は天よりも高い。主の皆を褒めたたえよ。これが3回出てきました。113から118のこのハレルの詩編集の中で、主の名、 それと家、賛美するこれがよく出てくるんですよね主の名と、うん、家と祈りといえば、うん、ソロモンの神殿ですよね、うん、神様がご自分の名を置くと言ってくださったその神殿ですねそこでしもべが祈りますそうすると聞いてくださるこの113編は主のしもべたちを褒めたたえよというところで始まってました その神様はご自分の住まいである天から聞いて答えてくださるんですね、うん。そのための場所なんですよね。その祈りの最後はすべての民から選び出してエジプトから導き出された、うん。そのことを覚えて、その連れ出した神様の王座がある場所、ここに祈りを捧げる。 まさに杉越の祭りを思い出している言い方になっています、はい、そしてその記念の祭り毎年毎年行われる杉越の祭りの時に集まって食事をして晴れるやと歌っているわけです我らの神主に比べき者は誰か主は高きところに座し遠く天と地とを見下ろされる主は 貧しいものをちりからあげ、乏しいものを悪タからあげて、もろもろの君たちと共に座らせ、その民の君たちと共に座らせられる。また、子を産まぬ女に家庭を与え、多くの子供たちの喜ばしい母とされる。主を褒めたたえよ。貧しいものをちりからあげる。 そして王座に座らせる。不妊の女が子供を産むようになる。ハンナの祈り、そしてマリアの祈りを思い出しますよね。うん、ハンナはダビデに油を注いだ。サムエルのお母さんですよね。そうですね。そのハンナの祈りはずっとダビデの人生をまあ導いていく。約束の歌のようなものになってます。不妊の女が多くの子を持つ母となる。 貧しいものを塵から立ち上がらせるそして栄光の位に座らせる。113編を書いた人はここから引用していることがわかると思いますそしてその「ハンナの祈り」も113編も知っているマリアうん。マリアは「権力ある者を王座から引き下ろし卑しい者を引き上げ飢えている者を良い者で明かせ」と、うん。っ 主を褒めたたえる不妊の女が子を産むようになるえ奇跡的に子供が与えられるその話は創世紀の最初から何度も何度も出てくるテーマですよねはい預言者イザヤの書の中にもこんな言い方があります喜べのの女よよ多くの子を持つようになる、うんこのイザヤ書の箇所を見ると「不妊の女は」 イスラエルの国なんですよね。そうなんですよね、うん。パウロもこのイザヤ書の箇所を引用するときに、奴隷の女ハガルと自由の女であるサラのことを型として考えて、エルサレムのことについて話しているものとして引用しますよね。そうなんですね。うん、国として考えるときに、王座が立たれる、王位の継承者がいない、相続人がいない、 これは国が、まあ、死んでるもの、うん、命が絶たれているということですのでこの「不妊の女」というテーマが出てくる時にイスラエルの「国がどうなるか」ということと一緒に考えるように歌われるものだと思います奴隷になることも同じように、まあ、死んでる状態、うん、相続がなくて継承できないという状態が、うん、まあ奴隷になってるということですよね。うんはい その奴隷の状態から神様はご自分の民をあがなってくださったうん先ほどのイザヤの箇所の続きにあなたを作られたものはあなたの夫であってということで神様が夫としてその不妊の女を買い取ってくれたルツのようですよねそうですねうんそして代々その名が刻まれていく奴隷だったものが買い取られて自由になった そして自由になったものはキリストの奴隷になったエジプトから連れ出された奴隷が自由になったこれぞ杉越の祭りということです救い主が来られた時にミグダルエデルの羊飼いたちに現れて天の軍勢の賛美が聞こえました高きところにに神のの栄光が、が地の上に平和があるように、うん113編の全般は 天の皆の皆栄光、後半は見心にかなうものへの平和。この賛美からエジプトのハレルの刺繍が始まります「御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように」菅野和彦ヒロミでした。